こんにちは、カオルンです。今日はなんと JVC 初のノイズキャンセリングが搭載されたワイヤレスイヤホンが登場したということで紹介していきたいと思います。それがこちらです。ドン、 HAA50T でございます。イエイ。まずね、ノイズキャンセリングとは一体どういうものなのかをね、説明していくんですけれども、ノイズキャンセリングとは今聞いている周りの音、こちらの音の波形とね、真逆のね、波形をイヤホン本体から出すことによって周りの音をね、消してくれる機能になります。マジで周りの音聞こえなくなります。 JVC はね、昔から音にこだわってきたメーカーなので、とにかくね、音質自体は素晴らしいイヤホンがたくさんあるんですが、話題のね、ノイズキャンセリングは出してこなかったんですね。でもそれがついに A50T で実現したわけですから、皆さんと一緒にね、早速レビューをしていきましょう。今回の特徴は大きく2つあります。まず1つ目はノイズキャンセリングがね、とても素晴らしいことです。実際にノイズキャンセリングをオンにして部屋の暖房とか除湿機の音を聞いてみたんですが、ガーッというね、うるさい音からサーッというね、静かな音に変わって、とてもね、気にならなくなったので、確かなノイキャン効果を実感できました。さらにね、ノイキャンって効果が強いと飛行機に乗っているような、あのね、耳の圧迫感に襲われることがあるんですけれども、今回はね、そういうことが全くなくて、とてもね、ストレスフリーでね、ノイキャンを感じることができました。音質自体が素晴らしいので、ノイキャンと組み合わせて音楽の世界にどっぷりとね、浸ることができます。さらに今回採用されているイヤーピースが低反発イヤーピースといって、マシュマロみたいにね、もちもちしてるので、耳の穴にね、合わせて形をね、変えてくれます。なのでフィット感が抜群で、ノイキャンの効果をね、さらに高めてくれます。2つ目のね、特徴として、コスパがとにかく素晴らしいです。ノイキャン搭載のね、イヤホンってしっかりとしたね、機能を求めてしまうと2万円かね、3万円いってしまうんですよね。ですが今回の A50T はノイキャンの機能がしっかりしつつ、なんと値段が約1万円です。 Amazon だったら1万円切ります。ノイキャンのイヤホン使ってみたいけどちょっと手を伸ばしにくいって方にとってはね、ぴったしのモデルだと思います。逆に気になった点もありまして、まずね、イヤホン本体が少し大きいかなと感じました。テレワークとか歩くのだったら全く問題ないんですが、運動するってなるとね、ちょっと落ちるかなと思います。また本体が大きい割にタッチセンサーの面積がとても狭いので、ガンガンイヤホンで操作するよって方にとってはね、ちょっと気になるかもしれないです。次に基本スペックの紹介ですが、値段が18,990円、色がブルー、ブラック、トープの3つございまして、トープというのは今回僕が購入した茶色の色となっております。対応コーデックは SBC-AAC の2つで、連続再生時間は合計24時間、充電ケーブルはタイプ C を採用しています。防水は IPX4、 外音取り込み機能も搭載していて、ノイキャンと使い分けることが可能です。はい、ということで皆さんと一緒にズームして見ていきましょう。周りのね、充電ケースですけれども、まあ結構大きいかなと感じます。真ん中 JVC ドーンと書いてあって、シンプルなデザインになっています。振ってもチャカ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 って音は鳴らないんで、これはね、いいですね。開けると中はこうなっております。本体取り出してみましょう。本体ね、やっぱりシンプルなデザインでね、そこそこおしゃれかなとは思っています。イヤーピースが今回低反発のね、イヤーピース採用されているので、こんな感じですごいね、もちもちと触ることができます。本当にマシュマロみたいなイメージですね。あと付属品としてはイヤーピースがね、5種類ついております。低反発のイヤーピースが2種類、あとはね、もし低反発が合わないよって方にとっては普通のね、シリコンのイヤーピースもついているので、この気配りが素晴らしいです。あとはタイプ C の充電ケーブルと説明書。パッケージの周りのデザインはこんな感じになっております。ノイズキャンセリングって大きく書かれています。つけるとこんな感じです。やっぱり少し大きいんですが、色はね、万人受けしやすいかなと思います。以上がレビューになります。まとめると、今回紹介した A50T は JVC 初のノイズキャンセリングを搭載していて、その効果はね、しっかりとしたものながら、コスパもね、素晴らしいイヤホンだったと思います。ぜひ皆さんも話題のノイキャンをね、体験してみてください。今回紹介した A50T の各種製品ホームページのリンクを下の概要欄に貼っておきます。今回もカオルの動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。カオルの動画面白かったよ、楽しかったよ、役に立ったよと思ってくれた方、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。
チャンネル登録者1000人を目指して頑張っていますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。ということで、また次のカオルの動画でお会いしましょう。バイバイ。